ります。オランダ同士なんです。はい、ミキー・ホルツケン、ビッグネーム。もうホルツケンも相当な選手ですからね。そうですね、本当にあれですね、体重でいうと70キログラム級から徐々に上げてきた選手ですね。と戦ったこのレギン・アーセル、右側をご覧いただきたいと思います。お互い多分オランダですし、はい、戦い方も分かっちゃいるだろうなという構図の中、このレギン・アーセルの良さ、どのあたり我々は見ていけばいいですか。やっぱりこの階級だったらオランダの新旧世代交代対決だと思うんですよ。あ、なるほど、はい、そこのね、意地とプライドのがのぶつかり合いじゃないですか。この一戦は83年生まれのホルツケに対して、92年生まれのアーセル、そうですね、世代違いますもんね、はい、この膝なんです。今もそうでしたけど、膝から始まるコンビネーションを今やってました。個性的ですよね。ですよね、あんまりそういう、はい、普通ローキックとかミドルキックなんですけどね、本当に膝がスムーズにグッと上がります。で今も下見せての上で、こういう風にナチュラルに飛んでくるから、あのニキー・ホルツケンを持ってしても反応がちょっと鈍かったダウンシーン、これ見てください。こういってうまく入れてます。結構ホルツケンが前傾姿勢でしたからね、なおさら入りやすかったんですよね。ちょっとボクシングスタイルになりがちな部分があるこのニキー・ホルツケンです。ボクシングの試合もやってるというのもありますん で今のダウンが決定だとなりまして、判定でこのライト級のキックボクシング初代チャンピオンになったというのが、このレイン・アーセルになります。